任天堂スイッチプレゼント企画実施中、詳しくは動画概要欄から。はい、というわけでアルパコでございます。今日ね、こういうことやっていこうと思うんですけども、来ましたねもう画面セッティングしてあるんですけれども、なんか復刻版ということなんですけれども、最近多くない復刻版もうなんか引くしかないじゃん。今回に関しては2台ですね、追加されたのがミラクル養成所とこちらの大井の獅子級のレオかな、追加されたんだけど、今回もこちらコラボ限定アイテム獲得ということで、50回以上確定がオレンジ色、150回以内で金色とあるんですけれども、このさ金色チケットさ何気に多いんだよね。でなんか金色のさ確定枠がなんかこういうなんか夏とかさ、こんなハッピーとかのなんかこのシャルルとかなんかもうさ、こういうんじゃないじゃんもう車が出てほしいんだけど、まあ言うてね、このなんだろうな、3分の1以上の確率ではあると思うんですよ。なので今回はですね、まあ、車をね狙って引こうかなと思うんですけれども、用意した金券はこちら18,000金券。はい、これはね、意味のある数字なんですけれども、何の意味だというと、10連ガチャを150連引ける金額なんですよ。100連で12000円でしょ、で50連で6000なので18000ということで、いやでも3分の1以上の確率を持ってるので、まあ、3分の1というか、まあ、4枚のうちのどれかが出ればいいわけじゃん。だから10分の4ってことは5分の2、5分の2って言うとなんか確率あんまり良くなさそうだな。まあいいや、引いていきましょう。頼む、新車のなんかセダン、ランボか大井でなんか出てほしい。いきます、ポン。はいはいはい、まあ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 、ジャブ程度のね、ジャブ程度の青チケで、青チケとダイヤでね、おはようございますと。はい、わかりました。次いきましょう、ポン。あー怖い、あー怖い怖い怖い、もうな、やべえやべえやばくないこれ、あ、待って、あ、はあ、ゲットしたってる、5分の2言うた瞬間にゲットしてるって、これまずくない？あれ？なんか闇？嘘でしょ待って、マジ、もうさ、いくらかけとか、かけたとかじゃないと思うんですよ。ああ、これスプレー新しいやつですね、ポン。いくらかけたとかじゃないから、うん、気持ちの問題やから、カモン。いやー、ちょっと待って、金チケは金チケなんだけどさ、待って、確率どうなっとんのこれ。これが 0.2、 あ、0.2 なのか。で、これが 0.15 か。なるほどな。渋いな。ダウン。ちょ、またエルザ。ちょ、なんなの、金チケはすごい出んだけど、車一切出ない。どういうこと、まあ、この左下の、この受け取るあるんで、これ先引きましょうか、これ。ポン。1の。はい、4、これで4の。9。なんだこれ、9のなんか1個下がったな。はい、これ26ぐらいあるんですよね、確かね。ちょっと先行きましょうか。これを引くことによって全てがリセットされるわけなんで、さあ行きましょう。これを引いて、これで出るとね、ワンチャンあるんじゃないこれ。行きます、カモン。あー、なるほどね、やべえじゃん今回。あー、なるほどね、はい、あ、終わりやばくないこれ。まあ言うてね、そんなあれなんだけど、そんなあれなんだけどね、今回はね復刻版で組んじゃねえよ本当によ。はあ、引きます、頼む。まだまあまあまあ言うて1万金券あるので。おお、スパニッシュローズ、ありがとう、これ超嬉しい。はい、いやー、でも金の奥はもうどんどん出るね、どんどんねどんどん俺んチケット出るな。今回さ、金チケは出るんだけど、めっちゃ苦しい。頼む、待って、これやばくない、そろそろやばくない、そろそろ1回確認します。あと1万ちょいか、まあ、とりあえずこれ引くわ。あと50連引けるんで俺は信じてる。もう100連終わったんだねこれね、頼む頼む、うん、頼む頼む、おおおおおマジか、確率低い方来た、まさかの。いや、これちょっと嬉しいぞ、おお多いより正直嬉しいよね。多いってなんかそんなさ、ねえ言うてなんぼの嬉しいよね。やりましたね。いや、来ちゃった、来ちゃった、来ちゃった。マジこれ結構神ゲーじゃないこれ。言うて3万ぐらいだよ、俺入れたら。3万1000円ぐらいか。いや、これ結構な神ゲーでしょ、今回。いやー、なんかドキドキワクワクして。怖かった。本当に。さてさて、わ、本当になんかスムージーだな、今回スムージー。結構なんかスムージングな感じでいけましたね。で、次回はですね、こちらのね、なんか前回引いてなかったんですよ、僕。めっちゃ欲しいのがあって。
これこれこいつこいつなんか闇ガチャらしいじゃんこれ。この SACR と M27 が欲しいんですよ。まあ、言うて M27 ドラゴンフォースはどうでもいいけど M27 と、まあ、CS あたりが欲しいですかね。そんな感じかな、まあ、とりあえず買えるもの。おっと新品ショップ何。あなるほどなるほど。で俺もう夏のやつ買ってるんですよ。ドラゴン最後の戦いが始まった。いやこれキャラクター違うよ。いや言うてねこれ夏のやつは持ってるんですよ俺。でこんな感じですよね。エルザもね、エルザちょっと欲しいが、まあまあまあいらんねえ。あちょっとなんかちょっとなんか清楚っぽくない、なんかドレッシーな。はいはいはい、なるほど。なんか結局なんかさ神引きしちゃったよね今回も。うん今回も引いちゃったんで、まあ一回ねちょっと乗りに行きましょうとりあえず。いやーもう全然全然もうなんか全然とりあえず待機所で車が出てたら万々歳ってことでね。ちょっとこのなんか待機所で車乗ってるとマウント取ってる感がちょっとあーないな。あそう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 、これやばくない？これ何か分かる？俺の足元にあるやつ、夏のさその最終進化の洋服なんだけど、ちょっと待って、これね一回降りたらもう乗れないんだよこれ。前に、はい、あ翼の上、翼の上です。これがこれがねこのでかい翼の耳じゃないよこれ、翼だから翼の上なんですよこれ。イエーイ俺しか来れねえ。ほらみんなみんなほら群がってるけど俺しか来れねえから、まあいいかこれで。よいしょほらみんなこれすんげえな。まあねどんな感じかというとね、全体図で言うとこんな感じ。いやドキツすごいよねこれさ。エヴァの初号機もさここに出るじゃん。これ多分期間限定ではなくてずっと出るんだよね。エヴァの時もそうだからね。っていうことはだよ、エヴァとこのドラゴンを一緒に着てる人いたらこれどっちが優先的に出んのかな、それとも横にエヴァが来んのかな、それともこれ重なってなんかエヴァから羽生えたみたいになるのかな、どうなんのかね。明らかに動きおかしいですよね。生放送のゴースティングカット。さあ行きましょう。ちょっと初手ちょっとクワガタで、とりあえず車乗りたいんだ俺。車だけ乗らないと終わんないんです。言うてランボルギーニなんだけど。水工場、そうこりそ。どうぞご自由に行ってください。水工場とかです。僕は右か真ん中行きます。なんか悪いやつじゃないような気がする。ちょっと俺今回車乗りたいからね。いつもだったらね挑発に乗るんだけど、いやちょっと嬉しいな。あの正直さドラゴンフォースに関してはまあ2色あるけど、まあ1色持ってきゃいいでしょいいでしょって感じだったから、乗ってないのが出るのは嬉しい。シンプルに嬉しい。よっしゃ車に乗りたいんだ俺は。相変わらずこのさニャンコが見えない、見えづらい。よしよしよし、誰もいないね、誰もいないね。はい最高と。車あるかな、あったあったあった、ありがとう。とりあえず物資あさり終わったら乗りましょうか。よかった、探しに行かなくていい楽さ。撃つものがないんですけど、撃つものが。あったあったあった、これちょっと渋いよ。ちょないんだけど連射式の、渋いなこれ、渋くねえかこれ。連射式のものがないんですけど、えマジ今回そういうパターン。こんなんしかねえ、ちょっとやばいんですけど、まあ、とりあえず5、6万にしときつつ、えない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 ぞこれ、いないよね、頼む頼む、来ないでね。武器がない時に接敵するのはもう最悪だから。あった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 、スカーオッケー。スカーのファイヤーパターンのやつも欲しいよね。急に出始めたな。いや敵いなくてよかった、とりあえず車にあっさり乗れる。さあまあ普通のランボと変わらないあの性能だと思うんですけれども、まあなんか色合いだよね。シルバーはあってもいいかもね。でもシルバーってかっこいいやん。ゴールドランボがあるからなんかシルバーランボとさお揃いで。やっぱり富豪のなんかあれだな、立ち並みみたいになっちゃうな。さてさて、そろそろなんか物資も揃ってきつつあるこの状況、敵はそろそろどうかな。おっと来た、車来た、来たな。結構アグレッシブな方だな。物資こんなんできたの、この人もあれだろうな、ちっちゃい村あさってさなかったんだろうなきっと、かわいそうに。かわいそうに。さてさて車乗りに行きましょう。あそうだ、妹そういえばさ青チケかなんかで買ったんだよね。それはちょっとちょっと見て、ちょっとちょっと妹だけ見て、行きまーす。何そんなの。行きますよ皆さん、行きますよ。はい、うえー、ちょっと待って、ちょっと隠れてよくわかんない、草むらとか。おー、フェアリーテールってシンプルに書いてあった。いいですね、これなんかシンプルな感じで、赤文字で。ちょっと街であの、着られるなんか T シャツのワンポイントのなんか、ブランドマークみたいな。しかも赤いタイヤがね、めっちゃいい。最後。いや、これはいいぞ。いや、かっけえな、これ。悪くない。ちょっとしばらくこれ使おうかな。かっこいいな、これ。なんか走り屋っぽいよね。なんか昭和の走り屋っぽい。ここは、さ、ここから来たのね、多分ね。銃声がすごい、行ってみようか。死にそうだな、俺。なんか俺、死ぬ予感がする。下手な人って、なんか、あ、死ぬ予感するって思うんだよね。ちょっと一回ここ、漁りつつ。ああ、いいですね。車またありましたね。オッケー？いや、いいなぁ。おっと、漁られてんな、これ。いるな、これ、多分。ね？車乗んないマン。車乗んないマンは、じゃあ新しい車を。
ただいておくと。あ、だめだめ、嘘でしょ、嘘でしょ、どこどこどこ、あ、いた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 、あれがねえんだよな。あそこ突っ込むか。おい、遊ぼうぜ。ちょっと的確に打ってくんな。死んだんだけど今何今の今さ素で、はぁって出ちゃったはい、というわけで、まあこんなもんでいいか。はい、まあこんな感じでなんかうまい感じで当てることができたので、まあ2万円ぐらい、2万円ちょいで当てることができたんで、次回ですね、ちょっとこちらのガチャを、やっていこうと思いますので、またね、動画見てくれるとありがたいです。というわけで、バイバイ。俺に任せとけ、アルパパに任せとけ、文句があるなら俺に言え、俺に言え、くだらないライブは僕から割って流しとけ、最高にクールな時間の始まり。 Listen on the country, Hologlights って字も淡いライトで